イリア県は、ギリシャ共和国の西ギリシャ地方を構成する、行政区の一つ。ペロポネソス半島の西部に位置する。古代には、エイリスと呼ばれた土地である。県とは、ピルゴス。イリア県の南北は 100km、東西は 55km あり、小さい2つの半島が属している。イリア県の領域は、古代のエイリスの地域と完全に一致しているわけでは、なく、 古代はアルカディアに含まれたランビアがイリア県に編入され、また古代はエイリスに含まれたカログリアが現在はアハヤ県に含まれている。県内最長の川はアルフィオス川である。その他にはエリマントス川やピニオス川、ネダ川が流れ、そのほとんどがイオニア海に注いでいる。北部や東部には人工池やダムがあり、そのうちピニオスダムは 北部イリア県に水を供給している。また、オリンビア近郊にある貯水池は、ピルゴスに水を供給している。東部は森林に覆われており、南部には、松の木が多く茂っている。また、県内には、モブリ山脈やディブリ山脈、ミンテ山脈などが連なっている。県の、約3分の一は、肥沃な土地であるが、残りは、山がちな地形で、工作には不向きである。 また、かつて商宅地が面積の約1%を占めていたが、農業用に干拓されて激減し、今では保護地区となった1 0トルを残すのみとなっている。また、エイリスやエピタリオン、オリンピアの古代遺跡も存在している。オリンピアは、紀元前776年から古代オリンピックが開催された場所として有名であり、現在は、 博物館が建設されている。イリア県は夏が温暖で晴天が多い地中海性気候である。気温は摂氏40度を超えることもあった。また山がちな地形の内陸部では冬は寒冷で山岳地帯では積雪が見られる。また、イリア県はペロポネソス半島東側の地域よりも湿潤である。人口3000人以上の都市には以下がある。 古典時代のエイリスの地域は独立した国家であり、エイリスの町や紀元前776年から紀元後394年にかけて古代オリンピックが開催された聖域であるオリンピアが中心地であった。その後、紀元前146年にエイリスの地域は共和制ローマに併合され、アカエア族州の一部となった。 紀元3世紀から4世紀にかけての民族大移動の時代にはバンダル人や西ゴート人などが侵略し被害を受けた。ローマ帝国が東西に分裂するとエイリスの地域は東ローマ帝国領となった。第4回十字軍がビザンツ帝国を滅ぼし1204年にアカヤ公国を建国するとエイリスの地域はその領土に編入された。 赤谷公国地下において、フレム地上が建設されたが、1460年に広告はオスマン帝国に征服された。オスマン帝国の支配は1821年のギリシャ独立戦争まで続いた。その間、ベネツィア共和国が1490年代と16世紀、初め、及び1681年から1715年にかけて、 海岸部の町をいくつかではあるが支配したこともあった。ギリシャ王国が独立すると、イリア県は経済面及び農業面で急激な成長を果たした。そして、ピルゴスの町が中心的な地位を確立するようになった。第一次世界大戦においては、他のペロポネソス半島の地域と同様に、イリア県は戦争の被害を受けることはなかった。その後の起土戦争では、 小アジア地域からのギリシャ人が移住してきた。第二次世界大戦とギリシャ内戦によってイリア県は深刻な被害を受け、経済は低迷した。ギリシャが軍事政権から民主制に移行し、1981年に欧州共同体に加盟するようになると、県の経済は次第に回復し、インフラストラクチャー整備も向上された。イリア県は、 ペロポネソス半島に位置する県の中で、赤谷県に次いで2番目の人口を有する県であり、その約7割は、肥沃な低地部に居住している。古代のエイリス地域の人口は、約5000人から1万人程度であり、紀元前1年には1万人から2万人前後に、達した。その後、民族大移動や伝染病によりこの地域の人口は、減少の一途をたどった。 しかし、1800年代から徐々に人口は回復し、1900年代には急増した。1900年頃から人口は10万人を超え、二度の大戦で人口は減少したものの、20世紀後半には15万人に達した。また、ピルゴスの人口は1950年頃に1万人であったが、1980年代には2万人を突破した。 イリア県の北西部は成長する一方で、東部及び南部は衰退する傾向にある。イリア県の主な生産物は、トウモロコシやトマト、ジャガイモ、ピーマン、スイカ、メロンなどと家畜であり、県内には3つのトマト工場が創業されている。イリア県の北部と、隣のアハイア県の一部地域は、ペロポネソス半島で最も肥沃な土地として知られている。また、 古代から中世にかけては織物業が盛んであった。しかし、1950年代になるとアマリアダやピルゴスを除いてほぼ健全域が農業主体となった。現在でもイリア県の労働者の3分の1は農業を営んでいる。イリア県、イリア県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。 イリア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのイリア県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。県には以下の2つの軍があったが2006年以降法的な位置づけは行われていない。軍用空港がピルゴスの北アンドラビダ近郊にある。民間空港は イリア県内になく一番近い民間空港はカラマタにある。古代のエイリス出身者についてはエイリス出身者を参照。ありがとうございます。